こんにちは方程式チューバーですこの動画は令和2年2月25日に行われた大阪大学の数学の入試問題解説です解説する問題は第3問です第3問の問題 N を2以上の自然数とする三角形 ABC において辺 AB の長さを C 辺 CA の長さを B で表す各 ACB イコール n 倍の各 abc であるとき、c 小なり nb を示せという問題ですそれでは第3問の解説です三角形 abc をまず書きましょうそして ab の長さを c 次に ca の長さを b としましょうそして各 abc と各 acb はどのような関係になっていたかというと各 abc を θ ーーと置いてあげれば各 abc b ACB は N シーターになるということが記載されていますそして N というのは2以上の自然数というふうになっていますそのことについてしっかりと押さえておきましょうでは証明したいのは C 小なり NB を示せということを証明したいわけですねまず C 小なり NB は不等式の証明ですから当然不等式の証明は 大きい方から小さい方を引いた答えが正になったんだということを示せばいいわけですよね。つまりり NB-C が大なり0を示せばいいというのがまずこの問題のポイントです。さてこの問題というのは実は三角形に絡んだ問題ですから辺と角の問題。辺と角の問題ということは定理は正弦定理か予言定理ですよね。とということから え、どういう考えをすればいいかというと、各 A とそれに向かい合う変 BC の情報が実は先ほどの図の中にないんです。ここの各 A の情報とそれに向かい合ってる BC の情報がない。ですから、まずここでは予言定理ではなくて、正言定理を使ってみたいというふうに考えています。よろしいでしょうか。 つまり正弦定理 sinθ 分の b=sinnθ 分の c いきますよもう一度 sinθ 分の b 三角形見てみましょうこちらですね正弦定理でいけば sinθ 分の向かい合ってる b そしてイコール sinnθ 分の向かい合ってる c これがここにある、えー、外接円半径 2r と等しいというのがまず 正弦定理の約束になりますよね。こちらです。サインシータ分の b イコールサインエヌシータ分の c がイコール 2r ということになります。丸1としておきましょう。そして nb c 大なりゼロを示したいわけですから、こちらの左辺左辺の nb c というのはどのようになるのか。実はそれがこちらの 分ーー分ののイコールこの式を変形して C を出してみましょうつまりこちらの sinθ ーー分の b イコール sinnθ ーー分の c は両辺に sinnθ ーーをかけてあげれば c イコール sinθ ーー分の s i n n θ ーーる b ということになりますからこちらの c のところに, c のとこ,ろにこちらをそのまま代入します。 こうなりますよね。nb マイナスサインシータ分の sin n シータかける b です。ここで b が共通していますから、b でくくりたいんですけれども。えー、ここで同時にサインシータ分の b という形でくくり出しをしてみたいと思います。するとどういう形になるのかというと、sin シータ分の b 括弧 n 倍のサインシータマイナス sin n シータという形が出てきます。 これとりあえずカッコをつけておきましょうねえ、そうするとなぜこのような括りをしたかというと実はここでの問題まずえシーターは0からパイまでですよね三角形の問題だからえ、そうすると今サインシーターって0からパイの間っていうのは正ですよねつまり括り出したサインシーター分の b のサインシーターは正ですそして b は辺の長さですから b も正ですということから何が一体わかってくるかというと この nθ−sinnθ こちらが正であることが言えればこの問題証明ができるということになりますよろしいでしょうかでは方向性です方向性はこの括弧の中の nθ−sinnθ が正になることを示していきましょうそこで動かしますよ 角 A プラス角 B プラス角 C というのは三角形180度 π になりますよねすると角 B というのがシーターでしたそして角 C というのが N シーターでしたということから一体何がわかるかというとこちら並々のところのえ部分をシーターで繰り出してあげると角 A プラスこの並々の部分が π になりますこの大小関係ってどういう大小関係かというと実は 動かしますね。この a の角 a と括弧 n プラス1のシータを足したものが π なわけですから、この単純に波波と π を比べてみると何がわかるかというと、括弧 n プラス1括弧閉じのシータと π は当然 π の方が大きいということがわかります。今 n は2以上の自然数でしたから、実際にここは負になることはありません。ということで。 両辺を N プラス1で割ってしまいましょうするとシーター小なり N プラス1分の π というのが出てきますさて今シーターは確実に三角形の一つの角ですから0より大きいわけですよねということでこの丸2の式というのはシーターは0より大きいですから0小なりシーター小なり N プラス1分の π というのが今出てきます よろししいでしょうかさてこの問題一体何を示せばよかったかというともう一度確認ですよ方向性の確認です示したかったものは n サインシーターからサイン n シーターを引いたものがプラスになっちゃったんだっていうことを示したかったわけですねその前のの前とこころでで左側の変形式がこうでした。つまりプラスになることを示したかったらサインシーターは正であるし分子の b も正であった とということでくくり出しをしたこの括弧の中 n sinθ−sinnθ がここが正であることを示せば示すことができるんだというお話だったわけですよね。ということで次にこちらを示したいということで次に何をしていけばいいかというとこちらを fθ という関数にしてしまいましょう。左側をね fθ という関数に fθ=n 倍の sinθ−sinnθ と置いて微分しましょう。 微分して正になることを示せばいいわけですよ。つまり微分してあげると f ダッシュシータはまず n サインシータを微分すると n コサインシータ、そしてマイナスのこちらマイナスのサインシータを微分します。中身も微分ですよね。つまり n 倍の cos n シータになります。ここで n で繰り出してあげると n 括弧 cos シータマイナス cos n シータと。 なるわけですよね。さて、微分が出来上がったところで、まあ、これコサインのグラフで考えていくことにはなるんですけれども、先ほど求めた範囲、それをちょっと考えてみましょう。えー、0。小なりシータ小なりプラス1分のパイというのが、先ほど求めたシータの範囲でしたよね。もちろん n は2以上の自然数ですよ。この0。小なりシータ小なり n+1 分のパイを n 倍していきましょうよ。そして。 θ ーーを交えた n 倍のものとの代償関係を考えてみるとこのようになるんですまず0小なり θ ーーと n 倍の θ ーーは n は2以上の自然数ですから代償関係こうなりますよねそしてこちらの n プラス1分の π に n 倍をしてあげると代償関係は当然 n プラス1分の nπ ということになりますこれ今 n が2以上ですから仮に2にした場合には3分の23分の 2π ラジアン n を3にすると4分の 3π ラジアンつまり π よりは小さいわけですよねということで大小関係は0小なり θ 小なり nθ 小なり n プラス1分の nπ 小なり π というのが成立するということに気づいてみてくださいすると cosθ のグラフでいきましょうかこちら cosθ というのはちょうど見えないからあちょうどいいですねこれでいいかな cosθ というのは 0から π までこちららでですよゼロからまでは減少関数じゃないですか。減少関数ということは0一番小さい0が一番大きくて π が一番コ c ー s θ サイン π が一番小さくなるわけですよ。という話から言えばこの0 θ n θ n ラ n 1分の nπ、えー、そして小なり π という代、えー、小関係がコ cosθ になることによってこのようになりません コサインのゼロが大きくなって、次にコサインシーターが大きくて、そして第なりコサインエヌシーター、第なりコサインエヌプラス1分のエヌパイ第なりコサインパイということになることに気がついてほしいんですね。つまりこの大小関係どちらが大きいですか？コサインシーターの方がコサインエヌシーターよりも大きくなりますよね。このことで実はここです。 こちらこちらのコサインシータマイナスコサイン n シーターはコサインシーターの方がコサイン n シータよりも大きくなるので、これは実は。f ダッシュシーターは正になるということが分かったわけですね。で今 f ダッシュシーターが大なり、ゼロと分かりましたよね。ということから、f シータは単調に増加するということが分かりました。さて、f シータのシータを0にした場合、え n え sin 0。 マイナスサイン n かけるゼロとなりますから、ゼロです。f のゼロはゼロということになり、つまり f ーー。f シータは f シータは一番小さなゼロ、えー。シーターがゼロの時にゼロですから、当然 f シーターは大なりゼロということがわかります。よって証明終了です。n b マイナス c は大なりゼロが示されました。すなわち、答えとして c 小なり。n b は。えー、成り立つということがわかったわけですね。 ここで証明は終わりましたけど一度あのどんな証明で流れがスムーズに進んでいったのかっていうことを確認しましょうその方が一番この証明理解しやすいと思うのでもう一回再度最終確認ですまず証明したかったものは n b c 大なり0を示したかったわけそしてそれは制限の定理から式変形を行って sinθ ーー分の b でくくり出して n s i n θ サ s i n θ が正になることを示したかったわけ そこでサインシーターが正だし b も正だだだしもったわけだからつまりなぜ s i n ーが正かというとシーターって三角形ですから0から180度までですよねシーターは。そうすると s i n ーが0から180度は正だから s i n ーが正で b も辺の長さだから正になるからこれ全体を示すということではなくて n 倍の s i n シーマイナス s i n ーが正になることを示せばいいよねって話にすり替わった。 でこれを示すためには微分をした微分をすると、えー、n でくくり出した形が n コサインシータマイナスコサイン n シーーになってこれが正になることを示したいという形で話がすり替わったそこで何を使ってこれを証明したかというのがこれだったんですよね。ここまで持っていきましょうか。 そこで使ったのが0小なり θ 小なり nθ 小なり n+1 分の nπ 小なり π という代償関係を使ったわけねで cosθ っていうのはもともと0から π までは減少関数だからこれに全てコサインをつけてあげると代償関係がこうやって生まれるわけですよコサイン0が大きくて大なりコサインシー θ 大なりコサイン n θ あと以下同分ね えするとここは大小関係は分かったわけだから cosθ の方が cosnθ よりも大きいということからはいこれで赤いもので戻りますよここに。するとここは cosθ−cosnθ は正だと分かったこれがもう示せたこれが示せたということはつまりこれが示せるですよねこれが示せたこれが示せたということはこれが示せた最後に。 証明したかったこれが示せたというのが今回の大きな流れになっていますこの流れをもう一度確認した上でこの証明の最初からまた動画を再生してみていただければ少し内容の理解が深まるのではないかなと思いますお疲れ様でしたこれで第3問解説を終了いたしますお疲れ様です